日が楽しくてしょうがないんですよ。朝起きて今日何しようかなって、一応スケジュールバーってあるんですけども、わーよし今日やるぞみたいな。植物も別にそれをビジネスにしようとかじゃなくて、純粋にこのぼってりしたのを並べたいっていうだけでそれがたまたまそういうコミュニティがあって、売ってくださいと、あ売れるんだって、あじゃあビジネスにしようっていう感じで始まったんで、本当に最初は無欲ですね。僕やっぱり人と話したりするのが好きで、一番のビジネスというかもう生きていく僕のなんか源は人を喜ばせたいですよ。なんか例えば今こうね、取材していただいて、僕が話すことによってこの人面白いなとかクスって笑ったりしてくれるのが、僕はそれが一番嬉しいんですよ。そのなんか人を喜ばせたいっていうところがやっぱりサービス業だったり接客業につながっていって、そういうカフェのいい空間でお客さんの側が、あいいよかったね、いい食事の空間だった、いいお話ができたとか、そういうそこが僕の根源にあります。株式会社アネアデザインの横町と言います。アネアカフェと植物ブランドボタナイズというブランドを運営しております。